皆さんこんにちは、エルダです。それでは XP2400 以下向けの解説やっていきたいと思います。今回のテーマはシューターでやりがちな危険な打ち方を紹介したいと思います。シューター系が今作は強く使っている人も多いんじゃないかなと思いますが、この武器って使い方を間違えると対面が難しいんですよね。個人的に良かったと思っていたことも上位勢とかに聞いてみると意外とダメな打ち合い方とかもあるのでびっくりします。ということで今回はシューターで対面をするときに気をつけた方がいい打ち方について話していきたいと思います。ただ今回の話はあくまでエイムの精度とかギアによって変わる部分ですので、一つの考え方と思ってもらえるといいかと思います。最初に紹介するシューターの危険な打ち方はジャンプ打ちになります。意外と対面の時にやってる攻撃方法となりますよね。ジャンプ打ちに関しては全くダメというわけではないんですが、状況によって危険な攻撃方法となります。まずジャンプ打ちのメリットは射程を伸ばして攻撃ができるという部分がありますね。これはちょっとしたことですが有利です。射程が短い武器ほどちょっと牽制でジャンプしたり、同種武器の敵に少しでも牽制でジャンプしたりということをすると思います。ですがこのジャンプ攻撃はジャンプした際にちょっとしたデメリットも発生するようになっています。射程が伸びるのでエイムが難しくなる、ブレ幅が広がるので当てづらい、動きが一定になる、この3つが危険な部分となります。それぞれ孤立した欠点に見えますが、実は全部つながった欠点になります。まず射程に関してはメリットではありますが欠点でもあります。射程が伸びるということは普段よりもエイムを合わせる必要があるため、ちょっとだけ難しくなるんですよね。このちょっとだけのエイム変わりますが当てづらさが増すということです。しかも敵が攻撃をしてくる中で行うので難易度も上がりますね。このちょっとした差がエイムのゼロを大きくしますし、ラグの環境においては攻撃が外れる原因にもなります。しかもジャンプ打ちはブレ幅が広がってしまうので、エイムを合わせたとしても当てるのがおみくじ状態になってしまいます。ジャンプして射程を伸ばしてエイムを合わせたとしてもブレによって当たらなくなるわけですね。まあシャップマとかならまだいいんですが、流行っているガロンなどになるとジャンプ打ちはおみくじ感がさらに増します。ブレ幅がもともと大きい武器ほど危険なんですよね。さらにジャンプ打ちはジャンプの行動をすることによって体を晒した状態になります。しかも一定の軌道を描いて動くんですよね。移動速度は遅くなるので相手からするとエイムを当てやすい可能性があります。ここまで話を聞いてもらうと分かるかと思いますが、エイムを当てづらくなる上に自分がたまに当たりやすくなるっていうのが分かると思います。しかもジャンプ打ちをするときは大抵相手との距離感があってお互いに射程を生かす場面ですからね。そういった場面で少しでもエイムの精度を落とすのは致命的かと言えます。なので歩き打ちをするようにするのがおすすめとなります。歩き打ちであればブレは武器によりますが最低限で抑えることが可能になります。さらに異界道を挟めば攻撃をしながら相手の攻撃を避けることができるので、射程差があるなら有利に動けますね。ジャンプ打ちよりも単調な動きになりにくく、エイムも安定しますので歩き打ちをしていきましょう。ただしジャンプ打ちで有利な場面というのはあります。それは接近戦においてエイムをずらすという部分ですね。エイムのブレは確かにありますが、一定の距離ならブレても当たるようになります。こういった場面ではデメリットの2つが気にならなくなりますし、近くならジャンプで大きくエイムをずらすこともできます。場面によって有利に働くこともありますので使い分けをするようにしてみましょう。続いて紹介するシューターの危険な打ち方は全身打ちになります。先ほど歩き打ちがいいと言いましたが、これにも注意があります。基本的な対面に関しては射程内に相手を捉えた状態で左右に動きながら相手の対面をするのが有利となります。ですが全身打ちをするという場合には相手に対してまっすぐ進んでいくので当てられやすくなりますね。これは斜め前に動けばまだマシなんですが、横への移動幅が狭いとただ前進しているだけと変わらなくなります。この前進打ちは敵との射程差があり、かつご利用しをするときにやってしまいがちな行動です。
なので、まずは射程差を埋めるように壁などの遮蔽物を使ってしっかり前を合わせるようにしましょう。射程でしっかり捉えられれば無理に前に進みながら撃つ必要もなくなりますからね。焦って前に出ないようにしましょう。もしどうしても前に出たい場合は、自分のメイン以外で射程が長い攻撃を優先して行いましょう。無理に前に出てもやられてしまいますので、相手が射程圏内にいるように陽動して攻めるのもありです。それでは試合を通してどんな風にジャンプ打ちをしなかったりとか、あとは歩き打ちですね、そういったものをしないようにしているのかっていうのを解説していきたいなと思います。今回の武器はガロンですね。まあ、ジャンプ打ちするとすぐブレてしまう武器となります。基本的にはシールドを貼って相手が来るのを待つっていうような感じですね。ここは相手ブレたんでね。で、今ジャンプ打ちしてましたが、あれはもう癖になってますね。あまり良くないです。で、ここ歩き打ちでやってるんですけど、ブレないのでなんとなく2発が当たりやすくなってます。で、ここもシールドを置いて相手が前に出るように動かして自分が歩き打ちを取ると、なるべくジャンプ打ちを置くときに相手の射線を横移動でずらしてるんですよね。で、ここも歩き打ちするので意外とエイムが当たります。で、さらにこの状況で前に出るんですが、シールドは取られましたね。で、ここ置き打ちなんでジャンプとか無理にしません。自分が前に出て上の方を向いて角度を取るようにしてます。で、ここは無理やり攻めても難しいので一旦様子見てますね。で、今のジャンプ打ちに関しては、まああれはおみくじ引けただけなのであまり良くはないです。まあやる分にはいいかなと、牽制したりとかはありだと思います。まあ、対面中っていうよりとは潜伏をクリアリングをしたって感じですね。で、ここも打ってますが、まあジャンプ打ち今みたいにやっぱ当たらないっていうのがありますので、おみくじ感やっぱ強いですよね。さあ、ここから防衛のターンになってきます。まあ、基本的に対面したらシールドを使って横移動で攻撃するっていうところなんですけど、ジャンプ打ちはなるべくしてないと思います。結構これ癖だったんで我慢してますね。まあ、こんな感じで歩いて打つと。で、前進地も基本比較的にしないと思います。敵に近づきながらっていうことは、まっすぐ向かうときっていうのはシールドの盾があって、それに対して自分が前に出れる距離感を合わせるっていうぐらいですね。まあ、こんな感じで牽制しながらってやってます。ここも歩き打ちだけですね。ここ牽制でやってますが、やはり当たらないですね。こうやって見てもらうといいんですけど、意外と歩き打ちでどうにかなるんですね。今の場面もジャンプしなかったんですが、結構ね、押し込みができます。まあ、特にガロンに関しては異界移動を挟んで、そのブレ幅を1回抑えてメインを打つっていう風にした方がブレを抑えれるんですよね。他のシューターでも言えるんですけど、長時間打てば打つほどブレ幅っていうのはどんどん広くなっていきます。な、時間と経過、射撃の時間とともに広くなっていくので、この辺りはね、とても大事かなと思います。で、今対面した時にジャンプしてたんですが、あれはエイムずらし、ここもエイムずらしです。ほぼ当たるかなっていうのを予想してジャンプしながらエイムずらしをしてます。こういった時に使うのはありだね。でも、さっきまでの対面と比べるとかなり近づいてる状況っていうのがわかるかなと思います。まあ、シールドもなくてもうメインしかできないなっていう時にやってますね。足場も悪いですからね、今のだとね。で、ここもあえても距離を取ります。で、これ後ろは偉かったですね、敵さんが。で、ここはギリギリ射程届かないんで今ジャンプ打ちしましたが、おみくじ失敗でした。この距離でもジャンプって当たんないですからね。で、これ味方がカバー来たんで敵が落ちてくれました。まあ、無理やりジャンプ打ちをするなっていうわけじゃないんですけど、基本的にエイムを当てたいなら歩き打ちで、ジャンプ打ちは避けるって感じです。で、敵が近すぎるなとか、キャラコンで魅了して避けながら打つっていう時はジャンプを使うのありなので、まあ、あのジャンプ縛りを振るにしても、その特色を理解しないとちょっと難しいかなと思いますね。で、この辺りも、まあ、メガホン使ってって感じです。まあ、ここもやっぱ歩き打ちですよ。で、メガホンと相性良かったんでうまく刺さりました。ここは仕方ない。
で、この歩き打ちとジャンプ打ちとか、さっきの全身打ちとかの話で言うと、やっぱりね、ガロン使うとこの辺りは理解しやすいかなって。あのブレットを弾が出る回数が少ない時ほど、いかに異界道を挟むかとか、こう敵に攻め切らないかとか引きつけるのかとか、結構バランスが大事で、なんかその辺りを覚えるにはすごく大事だね。で、今自分から前に進んでいって、敵の場所もちょっと不安定だったんで、やられちゃいましたね。今みたいなのと、ちょっと全身打ちではないですが、まっすぐ敵に進んでいくとどうやってもやられます。で、ここも一応横には動いてるんで、相打ちまでは持ってきましたが、やっぱ射程差を埋める上では、あそこで生存して記録することを考えると、スプラッシュシールドとかね、うまく使う必要がありますね。はい、ということで勝ちとなります。まあこの試合見てもらうとわかるかなと思うんですけど、だいぶジャンプ打ちを抑えてるかなと思います。あとは敵に対して対面するときは、必ず横で打つって感じですね。で、相手が無理やり攻めてきたら、そのまま対処ができるっていうようなキルが見れたかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。